幸です。こんにちは。今日のテーマなんですが、女性が絶頂を迎えやすいと教えてくださいというご質問をいただいたので、そちらにお答えしていこうと思います。まあ、正直ね、人によって違うんだけど、私が今までいろんな女性とお話をしてきた中で、一番多かったご意見発表したいなと思います。はい。では早速発表したいと思います。でも待って。これ普通に言っちゃうと多分また年齢制限かかっちゃったりするから、ちょっと遠回しに言わせていただくとですね、一番ノーマルなポジションです。一番ノーマルなポジション。ということはですね、男性が上、女性が下のポジションです。はい。それが一番人気で、一番人気っていうかその女性が、絶頂を迎えやすいですね。で、正直ね、その、今回の絶頂を迎えやすいのは、その男性と女性が一つになっている時のお話です。なので、その前段階とか、ね、後段階の話ではなくて、男性と女性が一つになっている時に女性が絶頂を迎えやすい。というね、女性が下、男性が上という形なんですけど、いろいろあるじゃないですか。例えば、女性の腰をちょっと高めにする、男性が女性の腰をちょっとクイッと持ち上げてあげてね。で、女性がこうお腹をちょっと反ってるような形になって、で、こう、一つになる場合もあれば、あとはね、女性の足をもう完全に伸ばしてね、ちょっと後転するような、女性が後転する途中みたいな感じの体勢もあったりとか、ね、果たしてそれは、足が男性のここに来る、女性の、両足が男性のここに来るパターンなのか、それとも、女性側のこっち側にもう足がひっくり返ってる状態のパターンなのかっていうね。ちょっとね、いろいろ規制が厳しくなってきてるので、遠回しにしか言えなくて、伝わりづらかったら申し訳ないんですけど、ね、その一つのポジションであっても、いろんなパターンがあるじゃないですか。女性の足が果たしてどこにあるのか、腰は浮いているのか、お腹は反っているのかとか、そういうので全然違うんだよね。で、私が一番、おすすめなのは、やっぱ女性の腰をちょっと高めに上げてあげる。腰をちょっと高くして、で、足はね、こっち側なんですよ。女性のこっち側。男性が、ここの、男性のここの両方に女性の足が来るんじゃなくて、だから女性がその、後転する。後ろにでんぐり返ししてる途中みたいな感じ。そうすると自然と腰も浮くよね。だから男性はちょっと女性にこう覆いかぶさるような形で一つになってるっていうイメージなんですけど、ちょっと伝わりづらいよっていう方はまたコメント欄で、言ってください。なんかね、伝えづらくて申し訳ないんですけど、とにかく女性は仰向けになって自分の女性の足がもうここら辺に来てるような状態のポジションですね。で、これだと、結構気持ちいいとこまで入るんだけど、でも、それね、痛いっていう女性もいるの。どうしても、奥に入りやすいから、奥に入りやすい時っていうのは、本当に少しずつ少しずつ攻めてあげてください。この一気に、こう、ね、奥までガーンってついちゃうと、もう痛いんだよね。痛みしかないので、なので一気に奥までガーンってつくんじゃなくて、少しずつ、じゃあここまで入れたよ、じゃあ次引いて、またもうちょっと奥まで入れてみようかな、また引いてもうちょっと奥まで入れてみようかなっていう、少しずつっていう段階を経た方が、痛みを感じにくいし、女性もじわ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 、こう、快感がね、上がってくる。ので、そっちの方がいいと思います。だから少しずつ少しずつやってあげてほしいなと思うんですけど、まあそもそもね、その一つになった状態で絶頂に導かれる女性の方が少ないんで、これはね、ちょっといろんなものが重なって起こる、まあ、ミラクルと言っても過言ではない状態ではあるんですけど、この、時に女性が例えば自分で C スポットを触るとかね、そうすると、一つになっている状態での快感を味わえるという。実際は C スポットで絶頂に達してるのかもしれないんだけど、でも、その一つになっている状態での、その絶頂っていうのは、前段階で C スポットを刺激して絶頂に達するよりも、やっぱり一つになっている状態での、C スポットからの絶頂っていうのはまた違うので、なんかどうしても一つになってる時に絶頂に達するっていう感覚が全くわからないし、私はそれはもう絶対無理だと思うっていう女性もいるの。だからそういう場合は、ちょっとね、C スポット刺激してあげて、で、一つになってる時にも絶頂に達するんだよっていう感覚をね、味わうっていうのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、
Cスポットも刺激、女性が自分で刺激してもいいし、男性が刺激する際は、一つになりながらのCスポットを刺激するっていうのは、どうしても刺激が強くなりがちなので、優しく優しく刺激してあげてほしいなと思いますので、ぜひやってみてください。参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今日は以上になります。今日かとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。